アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年9月23日、場所は神戸王子スタジアムにて 2024X2 リーグウエスト第2節の一戦となります。磯のスーパースターズ対昭栄ブラザーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始14時40分キックオフ予定となっております。現在両チームその試合前のウォームアップを終えまして、その試合開始の時を待とうとサイドラインで陣取っております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まず本日は手前側に陣取る形になりまして、ホームチームの、ホームカラーでありますネイビーをまとっておりますのが磯のスーパースターズです。 X ウエストに所属しておりまして、今年は一戦必勝を目標に掲げております。日曜日に岐阜を中心にしまして愛知、三重と、さまざまな地域にありますアメリカンフットボールが集いまして、その中において、この X2 に参戦しております。かつては磯のターミナルズなどさまざまなチームに分かれておりましたが、2014年に合併しまして現在の形態になりました。その時に一気に X2 に昇格、残念ながら一度は X2 に陥落しましたが、昨年に再び腕替え戦勝利しまして X2 昇格を出し、今年が X2 に通して復帰しての2シーズン目という格好になります。スーパースターズとなっています。さあその磯のスーパースターズに対する格好で反対側に陣取っていますのが、本日はホワイトのユニフォームをまとっております昭栄ブラザーズとなります。こちらは歴史はさらに古く1975年に発足したチームです。かつては、社会人一部リーグ、現在でいう X1 相当のチームとして、活躍した時期もありました。しかしその後、徐々にその順位を下げる形になりまして、長く X3 で、低迷する時期が続いていたという状況にあるチームです。しかし、数年前に多くの新人を加入し、さらに優れたクォーターバックが加入したことによって一気に状況が好転、X3 において優勝争いを何度も遂げる強豪チームに変わってまいりました。そして昨シーズン見事に X2 昇格を決める形になりまして、今季悲願の X2 復帰、 X2 昇格を遂げている形で今シーズンにさらなる飛躍を遂げんとしております昭栄ブザーズが本日の対戦相手となります。昭栄はその勢いに乗りまして、この春に行われました、ジュニアトーナメントにおいても既存の X2、 そして九州の強豪チームである九州熊本マーベリックスを打ち破り、ジュニアトーナメント優勝を果たすという形で、さらに飛躍とげんという形の成果を見せました。対します磯のスーパースターズも今シーズンはそのジュニアトーナメントベスト4を進出を遂げておりますが、一昨年さらにその前の年には立て続けに決勝進出という形を果たしております。その悲願の優勝を果たせなかった格好の磯のスーパースターズ、対しまして勢い乗り一気に優勝を遂げました昭栄の一戦という形になります。さあ現在その試合前の状況ではありますが、それに先立ちまして協会の方で作成されましたアメリカンフットボールの1分間の説明ダイジェストあります。よろしければこちらの方を一旦ご視聴くださいますようお願いいたします。
日は王子スタジアムへご来場いただきありがとうございます。ただいまより NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催2024西日本 X2 A ブロック秋季公式戦第2節磯野スーパースター祭昭栄ブレイザーズの試合を行います。協会の方で作成されましたアメリカンフットボールの簡単な一般ダイジェストの方をご覧いただきました。バイスキャプテン審判団によりまして試合前のセレモニーコミカスが行われ、さあそれによりまして試合が間もなく開始という形になります。両チーム首脳陣招かれまして現在フィールド上でコミカスが行われております。手前側に陣取りますのが、ホームチームとなりますそのスーパースターズ、奥側に陣取っておりますのが、昭栄ブレイザーズとなります。ネイビーのユニフォームが磯野スーパースターズ、バックスタンドホワイトのユニフォームが昭栄ブレイザーズ、前半昭栄ブレイザーズレシーブ、昭栄ブレイザーズキックオフ、磯野スーパースターズリターンで試合が始まります。コイントスの結果、ネイビーのユニフォーム、この試合は1クォーター12分の正式形で行われます。前半のキックオフをします。ホワイトのユニフォーム、昭栄ブレイザーズのリターンによって試合が開始されます。なお、本日は1クォーター12分の正式形式で向こう側の受信発信機がおかしい可能性がある。さあ両チームフィールドに散りまして、これより試合開始となります。キックオフいたしますのは磯野スーパースターズとなっています。キックオフキッカーは磯野スーパースターズ1番の美濃浦が務める模様です。岐阜大学出身、対しまして昭栄リターナーを2枚配置しております。番号がちょっと確認難しいところありますので後ほどご紹介させていただきます。こっちの抜き差ししてみてください。さあ昭栄リターンに入った。これは17番タックルしまして、リターンは昭栄陣20ヤード付近で止まっております。この位置から昭栄ブレイザーズの攻撃となります。リターンは16番だった模様です。これをホワイトのユニフォーム昭栄ブレイザーズ、アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは昭栄の攻撃となります。昭栄自陣20ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、実用距離10ヤード、さあまず昭栄ランプレーから入りました。ランドから中央突破破壊という形でしたが、この距離で獲得したのは約3ヤードほどとなっています。この倒れた地点までが前進距離となります。失礼いたしました。4ヤードのゲイン、ダウンはセカンドダウン、
礼しました、カメラ乱れましたが左方向への展開をいたしました。これによりまして攻撃権更新になっております。ショーエブラズファースダウン、まずショーエ最初の攻撃シリーズを見事に攻撃権更新しましてファースダウン獲得となっております。ショーエブラズワイドレシーバー5番辻勝明選手へのパスが成功、10ヤードゲイン、ファースダウンを獲得。さあ、ショーエー、ファーストダウン点、攻撃継続中となっています。ボールオンは自陣33ヤード。さあ、これは磯のナイスディフェンス。ここで中央へのランプレーを選択いたしました勝利ですが、ここのランプレーは磯のスーパースターズが抑え込む形に成功しております。しかしこれを磯野スーパースターズディフェンスバック41番黒田圭人選手のタックル、1アームのゲインとしており、ダウンはセカンドダウン。今日はちょっとなしで、さあパスプレーに出ました。ショーエブレイザーズクォーターバック2番山西タスク選手がこのパス通りまして約8ヤードのゲインとなっております。失礼いたしました。ダウンはサードダウンに変わっております。石尾武弘選手のパスが成功、7ヤードのゲイン、ダウンはサードダウン。パスの更新までは残り2ヤード。ショーエブレイザーズサードダウン2。さあこの2ヤードどのようにして突破するでしょうか。ナイスファースター松永、ここで中央のランプレーキャリア32番に託しました。一旦潰れかけましたが32番そこから抜け出しまして攻撃権更新です。松永ブラザーズファースター、見事攻撃権更新果たしましたが、ショーエーブザーズ32番の野田、近畿大学出身のチームのバイスキャプテンです。敵陣48ヤードにファーストダウン点、さあ攻撃権更新になったショーエーファーストダウン点、ボールオンは相手陣48ヤード。ナイスラン、ファースター、ここで翔英はドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。キャリア29番、このカウンター気味のランプレー見事決めまして攻撃権更新としています。翔英ブラザーズファースター、見事期待に応えましたのは29番の柏原でした。近畿大学出身、敵陣38ヤードにファースターダウン。パス不成功、パスインコンプ。クォーターバック2番プレイアクションからパスを投じようとしましたが、ディフェンスカバーよく左に流れつつプレッシャー感じながら5番にパスを投じました。しかしこれはプレッシャーありましたか、パス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。前パスが失敗しますとボールは元の位置に戻され1つ攻撃権は失う形になります。相手陣37ヤードからのセカンドダウン点、ナイスランファースター、ここで翔英ドロープレーを展開しました。キャリア29番、相手の裏をつくように左のフタックル付近を突破、この判断が功を奏しまして見事攻撃権更新となっています。ショーエーブザーズファースター、
ここでもドローを決めましたのは何枠29番の柏原でした。近畿大学出身のプレイヤーです。さあ翔英は相手陣の20ヤード付近に入りました。ここらのファーストアンテンに入ります。パス成功、パス成功。クォーターバック2番、今度は左に展開していた15番にパス、早いタイミングのパスを取りました。15番、そこから前進しまして見事攻撃権更新としています。翔英ファースター、翔英ブレイザーズ。今度はクォーターバック2番山西、パスで攻めました。取りました。15番西尾、見事なキャッチでした。近畿大学出身です。約11ヤードに勝利。さあ相手陣14ヤードに入りましての翔英ブザーズファーストアンテン、エンドゾーンまで14ヤード。ここでホイッスル、失礼いたしました。14ヤードにファーストアンテン。さあ審判団状況を確認し直しまして時計は再び回ります。翔英相手陣14ヤードからファーストアンテン、これは磯野ナイス対応です。ここで翔英はクォーターバック2番が自らハンドフェイからキープを展開しようとしました。相手の意表をつかんというところでしたが、これは磯野見事対応しましてノーゲインとしています。なおバーリアしてセカンドダウンに変わります。ノーゲインとしておりダウンはセカンドダウン。翔英セカンドダウンテン、ここでホイッスル。翔英タイムアウト、翔英ブレイザー前半1回目です。翔英ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは前半後半に3回ずつ両チームともにタイムアウトを取ることができます。翔英ここは勝負どころと見まして作戦タイムを取ります。なおタイムアウトは前半後半ともに3回ずつ要求することが可能です。 YouTube をご覧いただいている方がチーム名の下側にあります黄色いバーの残数ご注目ください。これが両チームの現時点でのタイムアウトの残り数になっております。早速チャット内のメッセージありがとうございます。 OC 様本日もご苦労様です。なんなら J スターズ名古屋戦もやってくれればよかったのにというメッセージありがとうございます。残念ながら J スターズ名古屋戦の方はリクエストありませんでした。結果的に協会の方からの承認も取れないという格好になります。承認を協会の方にリクエストありませんでしたので、私としてもそこを配慮しまして配信はいたしませんでした。ご了承お願いたいと思います。タイムアウトを解けまして翔英ブレイザーズセカンドダウン。さあ試合再開です。翔英相手陣14ヤードからセカンドダウンテン、ここで磯野を見せました。クォーターバック下がりましたところディフェンスライン陣殺到、クォーターバックが投げる前にキュービーサーク、パスを投じる前に沿いまして大きなロスを奪う形に成功しております。約7ヤードのゲインです。大きくロスを奪っておりダウンはサードダウン。見事キュービーサークしましたのは磯野スーパースターズ76番岡野、中京大学出身、ホークアイから移籍してまいりました選手です。ホークアイ今シーズン無念の形で協会大会という形になりましたが、しかし選手は見事にここで活躍しております。さあどうか、パス成功。ここでクォーターバック2番右奥走り込んだレシーバーへのパス、レシーバー17番これを見事キャッチしました。競り合いながらのキャッチ見事決まりまして大きく前進、しかし交代距離大きくまだ攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。
しかし見事なキャッチでした。ショーウェーブザーズ17番は安藤、早稲田大学出身、エイジ42です。さあフォースダウンスリー、ショーへ攻撃に出ます。フォーメーション組みました。フォースダウンキャンプ、まだ残り3ヤード、3ヤード突破をワンプレーにかけます。なんでいった、判定どうか。ショーエーブレーザーズ、ショーエーキャンプ成功、ファースト。ここでショーエーはランプレーによってこの3ヤード突破を図りました。託しましたはキャリア32番、これに32番、見事期待に応えギャンブル成功、攻撃権更新でファーストです。見事攻撃権更新果たしたは32番の野田、近畿大学出身のバイスキャプテンです。ショーエーブレーザーズフォースダウンギャンブル、さあこれでフォースダウンを突破しました。ショーエー相手陣3ヤード間のファーストダウン2ゴールに状況変わります。4回の攻撃権でこの3ヤード突破を図ります。敵陣3ヤードにファーストダウン点、さあ再びアンプレー、キャリア32番、しかしこれは磯野止めた。ショーエーブレーザーズランニングアップ32番、勢いに乗って密集点、一気に突破図らんとランプレーを投入しましたが、これは食い止めました磯野。しかし約1ヤード原因となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンにショーエー変わります。1ヤード原因としており、ダウンはセカンドダウン。さあ残り2ヤードの攻防、ショーエーセカンドダウン2ゴール。中央、一気にいったー、タッチダウン。ショーエーブレーザーズランニングバック32番野田投手、ショーエーランプレーでこれを突破いたしました。中央に飛び込みタッチダウン。ここで再び32番ハンドオフを受けました32番、そこからディフェンスを飛び越えまして野田に入り込んでタッチダウン。見事ショーエーランプレー重ねまして、タッチダウンを上げまして6点追加となっております。6点獲得となっております。そしてタッチアウトのただワンプレー、トライフォーポイントに入ります。キック成功、1点追加。ショーエーブラーズまず先制点となるタッチダウン決めまして7点獲得となっています。非常に力強いプレーでした。相手ディフェンスが群がる中、それを飛び越えまして一気にタッチダウンとしております。果敢なタッチダウンを決めましたのは32番の野田でした。バイスキャプテンの近畿大学出身プレーヤー、素晴らしいプレーを披露しまして、まず試合の主導権を取るタッチダウンを挙げております。大石様メッセージありがとうございます。磯野からの加入者がいたということも驚きですが、先ほどのまさにダイブというふうにコール名にふさわしい見事なランプレーに対する称賛のメッセージが含まれております。藤野翔吾さんもメッセージありがとうございます。ナイスディフェンス、これは磯野のディフェンス陣の奮闘にも、メッセージをいただいているようでしょう。さあ今度は磯野攻撃で見せていただきたいものです。翔へのキックオフで試合再開となります。さあ翔へゴロのキックを蹴りました。さあそれを救いましてリターン入ります。磯野しかしタイミング崩されまして、その大きなリターンはできませんでした。ですが自陣の30ヤード付近からの攻撃となります。この位置から磯野の攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして、得点を上げた側がキックオフして試合を再開します。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい状況となっています。これによりお互いが攻守交互にできる形をもともとルール上環境として整えています。さあその権利を使う格好で磯野がこれより攻撃に入ります。磯野はボールを自陣31ヤードからの攻撃、磯野スーパースターズファーストアウト。さあ奥いった、このパスどうか、パス不成功、パス不成功の判定です。一気に裏をつくようにロングパスを投じました。ターゲット17番振り切りまして、これを飛びつきキャッチしたかに見えましたが、着地した下には外でした。
パスキャッチはフィードの中に足がついていなければ認められません。したがってパス不成功となりセカンドダウンに変わっております。しかし目の覚めるような鮮やかなワンプレーを見せました。さあ磯野もやはり一つの勝あります。ここでひるむわけはありません。さらなる攻め手をここから持ってくる可能性があります。さあどのようなプレーを次持ってくるでしょう。磯野スーパースターズセカンドダウンテ、さらにパスいった、パス不成功、パスインコンプリート。今度は中央付近縦に走ったレシーバーにパスを投じました。しかしこのパスは不成功です。ダウン一つ変わりまして、サードダウンに変わります。そのは積極的にパスアタックで攻撃を展開していこうという攻め方をしております。このあたりは磯野のチームカラーがよく出ている攻め方です。このチームは一発を持つ選手が非常に多く揃っています。さあ磯野サードダウンテ、さあコートバック下がっている、パスで行けた、行った。さあこの判定どうか、インターセプト、ターンオーバー。三度パスプレーで磯野を展開しようとしました。右に展開したレシーバーにパスを投じましたが、そのパスを取ったのは翔英ブザーズ。翔英が取り出したことによって攻撃権交代しまして、ターンオーバー。攻撃権は翔英に変わります。見事インターセプトしましたのは翔英ブザーズ40番のムグキ、近畿大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権を取り返す形になった翔英、相手陣42ヤードからのファーストダウンテ。ここで29番を投入しますが、しかしここは翔英踏みとどめます。翔英ブレイザーズランニングバック29番、先ほどから好調なランプレーで翔英を攻めていこうとしておりましたが、29番のランプレーを、そのフェンスフロント食い止めております。これも72番が見事に対応した模様です。72番は山口、岐阜大学出身のバイスキャプテンです。ゲインは1ヤード、ダウンはセカンドダウン。翔英セカンドダウン内、パス不成功、これも磯野が素晴らしいディフェンスを披露しています。ランクインからのパスという状況ですが、そのフェイクをしたらバックを跳ね飛ばすような強烈なプレッシャーをかけ、クォーターバックを圧力かけながらこのパスを失敗させました。凄まじい圧力のあるディフェンスを披露しています磯野スーパーサーズ。このあたりはさすが1年とはいえ X で揉まれました、その力を披露しています。さあそれを突破できるか翔英、サードンナイ、ソータビッグプレイファーサー、ここでさらに勢いになってそのプレッシャーをかけていきました。しかしこれをクォーターバックにはかわしまして、左に展開して逆サイドに行ったレシーバーにパス、これをレシーバー18番でしょうか、見事キャッチしまして、このプレーで攻撃権更新となっております。翔英ブザーズファーサーです。見事なプレーを披露しましたのはクォーターバック2番山西、近畿大学出身のバスケット取りましたのは8番のサダビです。関西大学出身のプレイヤーです。ここで第1クォーターの終了です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、そのスーパースターズ0点、翔英ブザーズ7点、現在翔英がリードする形で第1クォーター終了しまして、これより第2クォーターに移ります。